隙間千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由の柱を。蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らない。お前だけれど吠えろ前期前期。いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ前期前期。その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオンバジュラオンバジュラオン。ここのところ毎晩なんです。不気味な声が聞こえたり、物が宙を飛び回ったり、そして昨日はこれが。これは息子のアキラのシャツです。ポルターガイスト現象。知人から聖ニールスク大学の郡教授を訪ねると聞きました。どうかお願いします。教授。後藤さんでしたね。ご安心ください。私たちはそういった超常現象のトラブルを解決するために日夜研究を続けているのですから。彼女の準備ができ次第出発してください。ほう。行きましょう。頼んだよ和江君。今こういった怪事件を解決できるのは私たちしかいないんだ。これは遅かったか。アキラ、アキラ。なんて強い反応。一体何が起きたんだ。アキラ、こっちだ。大丈夫か。来るよ。またあの化け物が。あいつがまた来るよ。落ち着け、落ち着くんだアキラ。後藤さん早く。今のうちに早く。
すものか。奴と同じ血を引く者は全て奴先にしてくれる。しまった。何だったんだ、あの化け物。どうしてこんな普通の子が狙われなくちゃならないんだ。アキラを。とにかくこの子だけは、アキラ君だけは何としても守らなきゃ。アキラ、アキラ、僕を呼ぶのは誰？アキラ、僕の部屋だ。僕を呼んだのは君なの。僕を呼んだのは君なんだね。アキラ君、大丈夫？なんだか上事を。今誰かが僕を。悲鳴と殺気をたどってみれば、やっぱりいたわね、憑依獣。縁のおずぬ55代目が子孫、この縁の千秋様がたっぷり天柱を加えて差し上げちゃうわ。おっと、この樹海も加えて差し上げちゃうわよ。和尚様、語尾が少し変ですよ。あんたたちは、あなたたちは早くお堂の裏に隠れて。出るところは出て、引っ込むところは引っ込んで、バインキュー。パー！漫才はいいから、早く奴をやっつけんかい！行くわよ、ゼンキ！あっ！我に送る銀の呪縛！ヒルの刃にて封じを断つ！アジュ！バジュラオンアーク！気づいてよ、ナンジ、ゼンキ！これは…
ここに元輪。おい貴様らにこんなに早く相まみえることができようとは嬉しいぞ。貴様らに受けた我が屈辱、今こそ晴らしてくれようぞ。はずだ。人に欲望がある限り憑依の実は枯れることはないと。私は何度でも蘇る。そう、何度でもだ。来いよお姉ちゃん。何だってだ、こいつらは。闇を切り裂く武器となりて我に力を与えたまえ。時の覇者金剛流よ。一度味わいやがれ俺様の本能来月。化け物どもが。やりました。さすがは前期殿。いや、まだじゃん。復讐心じゃ。カルマの怨念が恐るべき暗黒のエネルギーとなって前期殿の攻撃を弾き返しているんじゃ。じゃあ、あの憑依獣は。おそらくカルマが散り際に残した新たな世代の憑依の実、すなわちカルマの実。カルマの実1000年の昔よりオズムの血を引く貴様らに味わわされてきた屈辱の数々、今こそ晴らしてくれようぞ。よせ、その子たちは関係なかろう。うるさい。やってくれるじゃねえか。チェギー、チェギー、うつけがしっかりしやがれ。にゃ、大丈夫ですか、ババ様。油断したか。年寄りにはちときつかったぞ、今の放電は。アキラ君、ちょっと離れて。やだ、怖いよ、怖いよ。アキラ君、このままじゃ銃が取り出せないわ。やだ、怖いよ。今こそ恨みよ、この私の恨みよ。よせ、その子は何も。うわぁ、死ね。聞かぬぞ小娘。うわあ、やめろ。アキラ、この光は。
き奴が覚醒すると。これは大丈夫ですか？それだ鬼と式神使い、そしてあの怪物とこの木の実。まさかこんな貴重なサンプルが一箇所に存在してたなんて。サンプルですって？教授が見たらさぞかし喜ぶだろうって。何でもいい、その実を早くよこせ。近寄らないで。何だと？一歩でも近づいたらぶっ放すわよ。やれやれ、物騒のお嬢さんだの。そうよ、せっかく助けてあげたのに。助けてくれなんて言った覚えはないわ私はまだあんたたちのことを信用してるわけじゃないんだ。そんな言い方って。どうしたのルーパパ？あ、お嬢様、あれを。ん？なんじゃ、あの異様な容器は。一体どうしたっていうの？我こそは偉大なる黄泉の国の王、円外の子、犬神ロウ。犬神ロウ。カルマの実が。何？ほら、こくてお前のだ。うまいか。カルマの実を食っとるぞ。気をつけろ、あの犬ものすごい妖気を放っとるぞ。この世に残ったカルマの実は全てこの国定のものだ。人の欲望を吸い取ったカルマの実を食べ、国定はこの世を破壊する魔神獣となる。何、わけのわかんねえことを抜かしてやがる。俺様の実を。あ、ゼンキ返しやがれ愚かな。つやつや。何？少しは分かったろう、実力の差というものが。うわあ！うわあ！ゼンキー！ゼンキー！命が惜しければ今日のことは忘れたまえ。そうすれば少なくとも世界が崩壊するその時まで生きられる。ゼンキ。私たちの新しい敵、犬神。